ワイズ軍はアメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は59,127人であり、2000年の48,793人から21.2%増加した。軍庁所在地はリケーター市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ワイズ軍は1856年に設立され、軍名は バージニア州選出のアメリカ合衆国会議員であり、テキサス併合を支持したヘンリー・アレクサンダー・ワイズにちなんで名付けられた。ワイズ軍はダラス・フォード・ワース大都市圏に属するとみなされてもいる。いくつかの州の田園部軍の多くで採用されることになったワイズ・アイズ犯罪監視プログラムが当時の保安官フィル・ライアンによって1993年に始められた。 家族向けのヌーディズムリゾート地が複数あることでは、国内でも数少ない群の一つである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は923平方マイルであり、このうち陸地905平方マイル、水域は18平方マイルで、水域率は1.97%である。以下の公共用途空港が軍内にある。 ビショップ空港ブリッジポート市民空港、リケーター市民空港ヘリテージクリーク、滑走路ロームメドウズ空港以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。